ております。皆さんご承知の通り、カジノの賃料鑑定評価額をめぐって新たな事実が発覚をいたしました。この間存在しないはずの大阪市と鑑定業者とのメール198通が実は残ってたということで、今回出てきたわけなんですけれども、なんとなんとですね、12万円という格安の鑑定評価額なんですが、大阪市の方から12万円という参考価格を示していたということが明らかになりました。むちゃくちゃでございます。そして鑑定業者の方もですね、結果的には4社中3社が12万円という鑑定評価額に最終的にはしてるんですけれども、やり取りの過程見てみますとね、似たような土地のところを探して係数かけて評価額を出すんですけれども、事例収集終わってませんという段階で4社のうち2社は12万円を出してたと。つまり大阪市が12万円という参考価格を出し、12万円ありきで鑑定業者が鑑定評価をしてたんじゃないかということのメールがですね、明らかになりました。これジエンドでしょ、終わりでしょ、あかんでしょ、とんでもないメールでございます。まあ問題はですね、大阪市議会でこの問題メールが出てきてから一切まだやってないですよ。全然やってないですよ。臨時の委員会などを招集してやるべきですよね。議会としてちゃんとチェック機能を果たすべきですよ。今過半数が維新の会ですからね、ほんまに彼らの姿勢というのが問われるというふうに思っております。ことの詳細はですね、今週号赤旗の日曜版に詳しく、掲載されておりますので、ぜひお買い求めいただければというふうに思います。カジノはまだ止められます。止められるんですよ。基本協定の破棄条件というのがありまして、カジノ業者の方から認定後3ヶ月は一方的に破棄できるという条項があるんですけれども、なんとこの期限を9月の終わりまで引き延ばすということになりました。おそらく土地の問題、土壌の問題、いろんな問題が出てきていて、すぐにスパッといかないということになっているんじゃないかと思います。談合事件、そして土壌汚染の問題、カジノはまだ止められます。裁判もやっておりますので、引き続き皆さんと一緒にカジノはいらない、この立場で頑張り抜きたいと思っております。よろしくお願い申し上げます。共に頑張ってまいりましょう。ありがとうございました。それでは。